テレビ朝日報道ステーションで感染拡大赤江珠緒の夫らが感染先ほど放送されたテレビ朝日の報道ステーションにおいて「報道ステーション」のチーフプロデューサーと制作スタッフの赤江珠緒さんの夫が感染したと報じましたチーフプロデューサーについては10日から咳が出始め 12日に左胸に違和感を覚えたため、病院を受診し、検査をしたところ、感染が確認されました。また、赤江玉夫さんの夫についても、感染が疑われていたため、赤江さんが自宅待機となっておりましたが、このテレビ朝日においては、報道ステーションの ささささんののの感感染染が確確認認れ、れらに別の社員の感染も確認されております。テレビ朝日はこのような感染拡大を受け、17日から19日まで本社を封鎖して消毒する方針でございますが、生放送番組の関係者は対象外とされておりますので、これでは感染拡大が続いてしまう恐れがございます。 テレビ朝日には、これ以上、テレビ朝日の社内において、局内において、感染拡大が続かないように、基本的に全社員を自宅待機としていただき、番組については、再放送などで対応していただいて、これ以上、テレビ朝日の社内で感染拡大が続かないように、できる限りの対策を、 講じていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。